七クマ。俺は神田龍介。人には言えないような仕事をいくつもしている。今日の取り立て相手は木村陽子、45歳か。人に言えない仕事っていうのは、借金の取り立てや風俗経営がメイン。つまり俺は俗に言うヤクザだ。借金300万か。結構な額だな。おい木村陽子、開けろ。はい。早くしろ。今開けます。その制服、高校生か。木村陽子はいるか。母は入院しています。入院？借金の返済が滞っているようだが。これ今月分です。この金、お前が稼いでいるのか。大変だな。でも学校は行けよ。はい。お前名前は？くるみです。木村くるみ。くるみか。また来る。毎月の返済に母親の治療費、生活費と、厳しいだろうな。おい、いるか？いないのか。20時、バイトか。ちょっと待つか。23時だぞ。何してんだ。ずいぶん遅いんだな。返済はまだ。今日は取り立てじゃない。じゃあなんで。飯は食ったか？まだ。この前よりまたなんか痩せたな。ほらこれ食え。差し入れだ。いいんですか？ああ、無理はするなよ。またな。待って。なんだ。お茶入れます。いや帰るわ。女の子と二人きりはまずいだろう。でも俺、少しだけな。はい。こんな時間まで何してたんだ？ラーメン屋さんのバイトです。学校は行ってるのか？昼は違うところでバイトを始めて。ちゃんと学校は行った方がいいぞ。でもお金足りなくて。母親はだいぶ悪いのか？精神の病気で、今はあんまり話せない状態です。借金はお前が払う必要はない。でも取り立てに来るんですよね。俺が待ってもらえるように話しつけとくから心配するな。ありがとうございます。また様子見に来るから、へこたれんなよ。はい。あの、お兄さんのことなんて呼べばいいですか？みんなリュウちゃんって呼んでるな。リュウちゃん、かわいい。く、笑った顔かわいいじゃねえか。それから俺はくるみのことが気になって、頻繁に顔を見に行くようになった。懸命に頑張るあいつをもっと応援してやりたいと強く思うようになっていた。お待たせしました。今面接入ってて。すみません。そうか、どんな子だ？かなり美人っすね。会いますか？あ、くるみ？え、りゅうちゃん。知り合いですか？こいつはまだ高校生だ。何考えてんだ。高校生？それはまずい。くるみ、帰るぞ。でも、お金なくて、どうにかなりませんか？ダメなものはダメだ。来い。りゅうちゃん、私あそこで働きたいの。高校生がキャバクラなんてダメだ。なんで？年齢なんて隠せばいいじゃない。一度踏み外すと、そっからはずっと落ちていくんだぞ。でも。金、困ってんのか？お母さんの治療費、払えなくて。わかった。ちょっとついてこい。え？どこ行くの？ここどこ？俺ん家。散らかってるね。くるみは今日からここで暮らせ。え？門限は20時な。20時じゃバイト終わらないよ。月に20万やる。20万？今日からお前を家政婦として雇ってやる。家政婦？家の掃除と俺の飯の準備をすればいい。それだけ？あとは昼はちゃんと学校に行って勉強しろ。え？他には？あとは自由だ。なんでそんなに優しくするの？ほっとけねえだろ。ほっと
とけないだけ。体が目当て？ほっとけないだけだ。お前には指一本触らねえよ。それからくるみは俺の家政婦として働くようになり。おお、今日はエビフライか。好きだもんね、エビフライ。毎日食いたいわ。毎日は太るよ。何かあったのか？なんでもない。嫌な奴は俺が社会から抹消してやるよ。ちょ、怖すぎ。俺はいいよ、くるみだけで。一緒がいいの。ちょ、おい。遅かったね。お、まだ起きてたのか。寂しいから一緒に寝たい。おい、寝ぼけてんのか。合格したらデートしてくれるって言ったじゃん。デートとは言ってない。手だけつなご。ケーキ美味しそう。お前の好きなケーキ屋で買ってきた。ありがとう。あとさ、ケーキ切ってくる。ちょっと待て。何？聞いてほしいことがある。え、どうしたの？結婚しないか。え、それって私と？くるみももう二十歳だし、ダメかな。私いいのかな、幸せになっても。幸せになろう。俺が幸せにする。私はりゅうちゃんにとって負担じゃない？負担じゃないっていつも言っているだろう。お母さんもまだ入院してるし、借金だって。くるみは金のことは心配しなくていい。でもくるみは俺と結婚するのは嫌か。うん、嬉しいよ。なら結婚しよう私がりゅうちゃんの奥さんか。明日は指輪探しに行こうか。どんな指輪がいいんだ？毎日つけるからシンプルなのがいいかな。くるみ！キャー！ゆうちゃん！くるみ、大丈夫か？私は平気だよ、ゆうちゃん！人が引かれたぞ、救急車！お前が悪いんだ！ゆうちゃん！借金取りのくせに幸せそうにしやがって！あの患者、下半身に麻痺が残るみたいね。婚約者の子もこれで身を引いた方がいいのにね。聞いた？犯人、借金苦の逆恨みでわざと引いたらしいじゃない。もっと普通の人と付き合えばいいのに。くるみ、りゅうちゃん。くるみ、ここにいるよ。神田龍介さんのご家族ですか？は、はい。今後の入院のお手続きなのですが。はい。お母さん、久しぶり。忙しいのにごめんね。お母さんとやっと面会できるようになって嬉しいの。こんな母親でごめんね。何度も謝んないで。龍介さんの調子はどう？うん、もうすぐリハビリできるって。治りそうなの？お医者さんは難しいって。でもきっと大丈夫。そう、龍介さんはなんて？別れようって言うんだよ。もうくるみ、絶対別れない。やっと龍ちゃんの役に立てる時が来たんだから。好きなの、龍ちゃんのこと。そうよね。ずっと助けてもらってた。辛くて寂しい時にそばにいてくれて、学校も行かせてくれて、それに二人で幸せになろうって。私もりゅうちゃんを幸せにしたい。愛しているのね。そうだから、私はりゅうちゃんのそばにいたい。私頑張るから仕事。じゃあお母さんも頑張ろうかなお母さんも？私もくるみを幸せにしたい。え？私、くるみのお母さんに戻りたいの。お母さん？お母さんもりゅうすけさんに会ってみたいし。りゅうすけさんってイケメン？どうだろう。イケメンだと思ってたのに。よう、りゅう。久しぶりだな。
組長、こんなところまですんません。リハビリ頑張ってるそうだな。なんでそんなことご存知なんですか。くるみさんがわざわざ会いに来てくれてな。くるみが本部にですか。ああ、怖いもの知らずというか世間知らずというか。くるみはなんて。金を貸してほしいらしいぞ。あのバカ。お前もくるみさんのために金使い果たしてたらしいな。はい。それで考えたんだが、くるみには水商売はさせないでください。そう言うと思ったよ。あいつには幸せになってもらいたいんです。そういう生ぬるいところがあるからな。お前はダメなんだ。そんな。お前には組を辞めてもらうことにした。え、手切れとしてお前の口座にまとまった金を送金しといた。あとくるみさんの母親の借金は帳消しにした。それってお前にはヤクザは無理だ。この機会に足洗え。若い自分から世話になってそこまでしていただくわけには。お前のためじゃない。まっすぐなあの子への選別だ。組長、お前を幸せにしたいんだとよ。愛されてんな。男を見せろよ龍介。組長さん。ああ、くるみさん、こんにちは。お久しぶりです。先日は。くるみさん、龍介に払い忘れてた給料支払ったからもう心配しなくていいよ。え、お金。じゃあな龍、失礼するよ。くるみ、今日は仕事休みなのか。あ、今日はね、夜から仕事なんだけど。夜の門限は20時だぞ。もう大人だからいいんです。それよりお母さんね、退院することが決まったの。え、もう大丈夫なのか。お母さん、働いてリュウちゃんに恩返ししたいって。そうか。リュウちゃんもリハビリ頑張ろう。ああ、そうだな。リュウちゃん、顔が怖いよ。俺だって緊張するんだ。俺がお前を幸せにする。私もリュウちゃんを幸せにしたい。ねえ、緊張してるのってもしかして誓いのキス。お前な。そろそろよろしいですか。すみません。やめる時も健やかなる時も誓うに決まってるよね。静かに聞いてろ。では誓いのキスを。早くして。俺がくるみを幸せにしてやるんだと思っていた。なのにあいつは俺をその何倍も幸せにしてくれる。家族の温かさを教えてくれたくるみを俺はもう一生離さない。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。